皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校5年生の算数、立体の特徴を調べようの2時間目です。では、教科書の237ページを開き、ワークシートを用意しましょう。今日の問題は、角柱の頂点、辺、 面の数について調べようです。目当ては、角柱の頂点、辺、面の数について決まりを見つけようです。それでは、動画を一度止めて目当てを書きましょう。 まずは三角柱の図形を見て三角柱の頂点、辺、面の数を調べてみましょう。それでは動画を一度止めてワークシートに書きましょう。では、それぞれの数を確認してみましょう。 頂点は、1、2、3、4、5、6、6ですね。辺の数は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9ですね。 面の数は、1、2、3、4、5、5ですね。つまり、表にまとめると、このようになります。それでは、四角柱、五角柱、六角柱についても調べてみましょう。 動画を止めてワークシートに書きましょう。では、確認してみましょう。まず、最初は、四角中です。頂点の数は、8です。辺の数は、12です。 面の数は6です。次に五角中です。頂点の数は10です。辺の数は15です。面の数は7です。 次は、六角柱です。頂点の数は、12です。辺の数は、18です。面の数は、8です。このようになります。確認しましょう。 次にこの表から頂点の数辺の数面の数の数え方を表す式を書き式の意味を考えてみましょうまずは三角柱を考えてみましょう三角柱の頂点辺面の数はこれらの式で表すことができます どのような意味があるのでしょうか？頂点の式3かける。2。について考えてみましょう。まずは。頂点の数3。かける。2の3は三角柱の上の三角形の頂点の数が3つ。下の三角形の頂点も3つあるので。 3かける2。という式が成り立ちます。次は？辺の数です。辺の数は3かける3ですね。なぜこのような式になるのでしょうか？三角柱の上の三角形の辺の数が3本。下の三角形の辺の数も3本。三角柱の側面の。 縦の辺の数も3本ありますねつまり3本ずつ3箇所あるので3る3という式が成り立ちます最後は面の数です面の数は3たす2ですねなぜこのような式になるのでしょうか3たす2の3は三角柱の側面の数の3のことです 上下にも三角形の面が二つあるので3ンタという式が成り立ちます。それでは四角柱、五角柱、六角柱についても同じようにして式とその意味を考えてみましょう。動画を止めて考えてみましょう。 では、それぞれについて確認していきましょう。三角中と同じように考えると、四角中の 4×2、4×3、4たす2の4は四角中の4、五角中の 5×2、 5×35 たす2の5は五角柱の5六角柱の 6×26×36 たす2の6は六角柱の6になりますねこれらのことから丸角柱の 頂点の数、辺の数、面の数を求めるときの式は、それぞれどのようになるのでしょうか。動画を止めて考え、式をワークシートに書いてみましょう。つまり、丸角柱の頂点の数、辺の数、 面の数を求めるときの式は、それぞれ〇、丸かける2、丸かける3、丸足す2となることが言えます。動画を止めて式を確認しましょう。それでは、今日学習したことを活用して、練習問題を解いてみましょう。 では、動画を止めてやってみましょう。それでは、答え合わせです。七角中の頂点の数は ?7×2 は14。辺の数は ?7×3 は21。面の数は 7たす2は9ということになります。つまり、頂点の数を表す式は、い。辺の数を表す式は、う。面の数を表す式は、あとなります。今日の学習で、丸角柱の頂点の数は、丸かける2。辺の数は、丸かける3。面の数は、 マルタス2という式で求めることができるということが分かりましたね。この式を使って、百角柱の頂点の数、辺の数、面の数を求めてみるのも面白いですね。ぜひ、この式を覚えておきましょう。では、今日の振り返りをワークシートに書きましょう。分かったこと、気づいたこと、 もっと考えてみたいことなどを書いてみましょうこれで今日の学習を終わりにします